サラエボは、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都。同国の構成体の一つである、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の首都でもある。ボスニア・ヘルツェゴビナで最大の人口を持つ都市。日本語表記においては、一般に、サラエボや、サライエボなどの表記も多く見られる。2011年8月の推計では、 ボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボ県に属する4つの自治体の人口は合わせて31万1161人である。サラエボはまたサラエボ県の県とでもある。サラエボはボスニア地方のサラエボ渓谷の中にありディナールアルプスに取り囲まれミリアツカ川周辺に広がっている。サラエボの町は宗教的な多様性で知られておりイスラム教、正教会、 カトリック教会、ユダヤ教が何世紀にもわたって共存してきた。旅行ガイドブックのロンリープラネットでは、世界の都市ランキングにおいて、サラエボン43位にランクしている。これは、同じ旧ユーゴスラビア諸国の観光都市である、ドゥブロブニクの59位、リュブリャナの84位、ブレッドの90位、ベオグラードの113位、ザグレブの135位を上回る。 サラエボに隣接して、ボスニア・ヘルツェゴビナの構成体の一つである、スルプスカ共和国の首都である、イストチのサラエボがある。現在のイストチのサラエボの地域には、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争前のサラエボの地域の一部が、含まれている。この地域に人が居住を始めたのは、戦死時代にまで遡るものの、現代のサラエボにつながる町ができたのは15世紀の、 オスマン帝国の統治下でのことであった。オーストリア・ハンガリー帝国に併合された後も、ボスニアの州都と位置づけられたサラエボは、近代以降の何度かにわたって、国際的な注目を受けることになった。1914年にはこの地はオーストリア帝位、継承者の暗殺事件の現場となり、この事件によって第一次世界大戦が引き起こされた。 1984年にはサラエボは1984年冬季オリンピックの会場となり、さらに後のユーゴスラビア崩壊の時には、ボスニアヘルセゴビナ紛争において、数年間にわたるセルビア人勢力による包囲を受けた。現在のサラエボは紛争後の復興開発が進み、21世紀初頭において、紛争前の水準を回復しつつある。サラエボは、 ボスニア・ヘルツェゴビナの経済、文化活動の拠点となっている。サラエボは、ヨーロッパで初めて、そして全世界で2番目に早く終日運行の、路面電車が運行された街である。街は、ボスニア・ヘルツェゴビナの3つの公用語、ボスニア語、セルビア語、クロアチア語で、サラエボと呼ばれる。また、トルコ語では、サライボスナと呼ばれている。サラエボの呼称は、 トルコ語で、宮殿を意味する、サライを語源としており、この町が、オスマン帝国支配下にあった頃から、重要な都市であることを示唆している。日本語においては、サラエボという表記の他にも、サラエボ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 といった表記も見られる。サラエボの衛星写真サラエボの地形サラエボは、三角形を、した ボスニア・ヘルツェゴビナの幾何学的中心に近く、北緯43度52分0秒統計18度25分0秒、北緯43.86667度統計18.41667度、43.8666718.41667に位置している。サラエボは、サラエボ渓谷の中にあり、ディナール山脈に取り囲まれている。 渓谷は大規模に緑に覆われていたものの、第二次世界大戦後の開発と、都市拡大の中で失われていった。サライボの町は濃厚な森林に覆われた、丘陵地と5つの山に囲まれている。周囲を囲んでいる、山々の頂上はそれぞれ、トレスカビツァ山の標高2088メートル、ビエラシュニツァ山の標高2067メートル。 ヤホリナ山の標高1913メートル、トレベビチ山の標高1627メートル、最も低いイグマニアまで標高1502メートルとなっている。これらの山々のうち、トレスカビツァを除く4つは1984年の冬季オリンピックの会場となった。サラエボの平均標高は500メートル程度である。町は丘陵地帯の中にあり、 勾配の急な斜面の通りや、高い丘に立ち並ぶ住宅などにその特徴を見ることが、できる。ミリアツカ川は、町の重要な地理的特徴となっている。川は、町の東から流れ込み、町の中央を通って西へと抜け、ボスナ川へと合流している。ミリアツカ川は、サラエボの川であり、その源流は、サラエボの東数キロメートル先にあるパレにある。 ボスナ川の源泉、ブレロ・ボスネは、サラエボ西部のイリージャの近くにあり、こちらも、サラエボの重要な地理的特徴となっている。ブレロ・ボスネは、サラエボや、その他の地域からの観光客の訪問先ともなっている。その他にも、複数の小さな川が、町やその郊外を流れている。ボスニア・ヘルセゴビナは、南東ヨーロッパに位置しており、その首都であるサラエボは、 ボスニアヘルツェゴビナの三角形の国土の幾何学的中心に近い。サラエボは、サラエボ県に属する4つの基礎自治体、センタル、ノビグラード、ノボサラエボ、スタリグラードからなる。サラエボ都市圏にはこの他に、イリジャ、ボゴシチャなども含まれる。都市圏面積は141.5平方キロメートルに上る。また、ボスニアヘルツェゴビナ紛争前は、 サラエボの一部を成していた地域の一部は、紛争後に、スルプスカ共和国に編入され、椅子と地のサラエボの一部となっている。サラエボ市街サラエボは温暖な大陸性気候であり、北は中央ヨーロッパ、南は地中海の気候区分の間に位置している。欠片の気候区分によれば、サラエボは亜寒帯湿潤気候と西岸海洋性気候のちょうど境目に位置している。 年間平均気温は、摂氏9.5度であり、1年で最も寒くなる1月には、平均マイナス1.3度、最も暑くなる7月には、平均19.1度に達する。観測史上では1946年8月19日には、最高気温40.0度に達した一方、1942年1月25日には、 最低気温のマイナス26.4度に達した。平均的に、サラエボでは1年に68回の夏日がある。街の典型的な気候ハウス曇りであり、年間平均の運量は59%である。最も曇っている月は12月であり、運量75%となる。逆に最も晴れている月は8月であり、運量37%である。降水は、 年間を通して常にある。平均的に年間170日は雨が降る。サラエボはこの地方で盛んなウィンタースポーツに適した気候であり、1984年冬季オリンピックの会場となった。サラエボ事件を記念するプレートサラエボ渓谷にはブトミル文化が栄えた戦死時代に遡る長く豊かな歴史がある。 ローマ帝国に征服される前は、複数のイリュリア人の集落がこの地域にあった。ローマ帝国統治時代、町の名前は、アクアエスルプラエと呼ばれ、現代のサラエボの郊外の町入り者にあった。ローマ帝国に次いで、7世紀には、ゴート族、次いで、スラブ人が侵入した。町は、ブルフボスナと呼ばれ、 スラブ人の城塞として1263年から町がオスマン帝国に征服される1429年まで存続した。1461年、オスマン帝国のルメリア州のブルフ・ボスナに SR、知事のイーサベグ・イサコビッチは町を建設してボスニア山弱を置いた。彼の統治下で町は大きく発展した。1461年以降、 イーサイコールベグイサコビッチは、町の旧市街の建設を監督し、水の供給システムやモスク、屋根付きのバザール、公衆浴場、知事宮殿なども作られた。町は、ボスナサライと名付けられ、大都市へと成長した。この地方は、トルコ語で、宮殿のある平地を意味するサライオバスと呼ばれた。ガジフスレブベグは1521年。 ボスニア州の二代目の知事に就任し、町で最初の図書館、マドラサ、スーフィズムの学校、サハトクラド系統などを建設した。1580年、ボスニア州となる。1697年、大トルコ戦争の間、ハプスブルク君主国のプリンツオイゲンによる襲撃によってサラエボは制圧され、町には薬病がもたらされるとともに焼き払われた。 町は後に再建に向かったものの、完全に復旧されることはなかった。オスマン帝国は1850年、サライボを重要な行政の拠点としたものの、オーストリア・ハンガリー帝国に征服され、1878年に、ベルリン条約によって、共同統治国ボスニア・ヘルセゴビナの統治権は、オーストリア・ハンガリー帝国へと移された。 ボスニア・ヘルツェゴビナは1908年にオーストリア・ハンガリー帝国に併合された。町は路面電車などの新しい開発をウィーンに導入する前の試験導入に使用された。第一次世界大戦のきっかけとなったフランツ・フェルディナント大公とその妻・ゾフィー・ホテクに対する暗殺事件は1914年6月28日に ボスニア出身のボスニア系セルビア人の民族主義者ガブリロ・プリンチプによってサラエボにて引き起こされた。戦争に突入するとバルカン半島での攻勢の多くはベオグラード周辺で起きサラエボは戦時中大規模な破壊を免れた。第一次世界大戦が終わるとバルカン半島西部はユーゴスラビア王国のもとに統合されサラエボは ドリナ州の州都となった。1939年にユーゴスラビア王国はクロアチア自治州を作っていたが、1941年4月1日のウスタシャによるザグレブの放棄でクロアチア独立国建国宣言が発され、サラエボを含むボスニアヘルチェゴビナの領土はクロアチア独立国の領土に編入された。1941年4月8日、 ナチスドイツはユーゴスラビアに侵攻し、サラエボを爆撃した。この時、およそ1万500人のユダヤ人、並びに、ロマ、聖教徒のセルビア人が居住していた。ヨシップ・ブロズ地等に率いられたパルチザンによる抵抗によって、1945年4月6日に、サラエボはナチスによる占領から解放された。その後、サラエボは、急速に発展し、 ユーゴスラビア社会主義連邦共和国における地域の産業の拠点となった。1945年の都市一般開発計画の一部として、サラエボ西部にて現代へと続く街の区画が策定され、サラエボの都市域が拡大された。サラエボの成長がピークを迎えたのは1980年代の初期のサラエボで冬季オリンピックが開催された時であった。 ボスニアヘルツェゴビナ紛争におけるサラエボ包囲は現代の戦争の中で最も長期にわたる都市包囲であった。包囲していたのはセルビア人勢力のスルプスカ共和国軍とユーゴスラビア人民軍であり1992年4月5日から1996年2月29日まで続いた。サラエボ包囲は ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の間に発生した都市包囲であり、ユーゴスラビアからの独立を宣言し、新しく組織されたばかりのボスニア・ヘルツェゴビナ政府の軍に対して、ボスニアのセルビア人の武装勢力は丘の上に陣取ってサラエボを包囲した。セルビア人勢力は新たに独立したばかりのボスニア・ヘルツェゴビナへの参加を拒否し、セルビア人による国家、 スルプスカ共和国の樹立を目指していた。その結果として大規模な破壊と人的な被害を生み出した。包囲戦の過程で1万2000人以上が殺害され、5万人以上が負傷したものと推測されている。死傷者の85%は軍人ではない市民であった。多くの市民が殺害されたり、移住を余儀なくされたことにより、 1995年の時点で、の人口は紛争前の64%に、相当する33万4663人にまで減っていた。多くの市民が包囲された街から、地下トンネル等を使って脱出した。また、サラエボのセルビア人市民の中には、セルビア人勢力支配地域へ逃げ込む者もいた。 他方で、セルビア人勢力の占領下となった地域では、ボシュニャク人を主体とする非セルビア人の市民が、殺害されたり、強制的に追放されるといった、民族浄化が行われた。2003年1月、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷の法廷では、スルプスカ共和国軍のサライボロマニア軍団の第一、司令官であったスタニスラブ・ガリッチは、 サラエボに対する包囲と恐怖狙撃によって人道に対する罪の罪を認定され終身刑を言い渡された。罪状の中には第一時丸彼虐殺での罪も含まれていた。2007年ガリッチに代わってサラエボロマニア軍団の指揮官となったセルビア人の将軍ドラゴミル・ミロシェビッチは 第二次マルカレ虐殺を含む、サラエボの包囲と市民への恐怖狙撃によって、有罪を認定され、懲役33年を言い渡された。法廷では、マルカレ史上は1995年8月28日に、サラエボロマニア軍団の地点から 120mm 迫撃砲弾で、砲撃されたものと認定された。サラエボの復興開発は、 デートン合意が結ばれた1995年11月以降に始まった。2003年の時点で街のほとんどの部分は再構されるか再開発され紛争による目に見える破壊された建物の痕跡は街の中心ではわずかとなった。第二次世界大戦時に使用された砲弾塔が発掘されサラエボにて洗浄、装飾され工芸品として売られている。 現代的なオフィスビルディングや高層建築物が各地で建設されている。サラエボを構成するサラエボ県内のゼンタル、ノビグラード、ノボサラエボ、スタリグラードの4つの自治体ボスニアヘルツェゴビナ政府、庁舎サラエボは、ボスニアヘルツェゴビナの首都である。また、ボスニアヘルツェゴビナを構成する2つの構成体の、うちの1つである、ボスニアヘルツェゴビナ連邦の首都でもあり、また、 サラエボ県の県とでもある。また、ボスニア・ヘルツェゴビマのもう一つの構成体である、スルプスカ共和国の法律上の首都でもある。国家、構成体、県は、それぞれ独自の議会と裁判所をサラエボの町の中に持っている。これに加えて、多くの外国の在外交換がサラエボに置かれている。サラエボは4つの基礎自治体からなっており、 それぞれの自治体は独自の自治体政府を持っている。四つの自治体はまた、合同で、独自の憲法を持ったサラエボシ政府を構成している。サラエボの行政府は一人の市長と二人の副市長、そして内閣によって構成されている。立法府は、市議会である。市議会には28人のメンバーがいて、うち一人の議長、二人の副議長、一人の書記官を含む。 議員は、それぞれの自治体から、おおむね人口比率に従って選出される。市政府にはまた司法府もあり、ボスニアヘルツェゴビナ上級代表の上級司法検察委員会で定められた、紛争後の法体系に基づいている。サラエボを構成する基礎自治体は、さらに地域共同体に分かれている。地域共同体は、 サラエボの行政のごく一部を担っており、一般市民が市の行政に参加する機会を持たせることをその種目的としている。地域共同体は町の外区を基盤としている。ボスニア・ヘルツェゴビナの議会はサラエボに置かれており、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争において大きな損害を受けている。その損害の影響で業務を遂行するために人員や文書は付近にある。 地上海のオフィスに移動された。議会の復興は2006年末に始められ、2007年に完了した。復興費用の80%はギリシャバルカン復興プログラムを通してギリシャ政府から拠出され、20%はボスニアヘルツェゴビナ政府が負担した。イヴァン・ストラウスによる建築、ホリデイン、サラエボガジフスレブベグの墓。 サラエボビール醸造所紛争後の年月が経つと、サラエボの経済は復興、回復プログラムの対象となった。サラエボの経済拠点のうち、ボスニアヘルツェゴビナ中央銀行は1997年にサラエボで開業し、サラエボ証券取引所は2002年に取引を開始した。サラエボの重要な生産、行政、観光産業は、 巨大な地下経済に結びついている。サラエボはボスニアヘルツェゴビナで最大の経済活動の拠点となっている。共産主義時代、サラエボは重要な産業の中心地であった。紛争後のサラエボの生産業には、タバコ、家具、衣類、自動車、通信機器などがある。サラエボに本社を置く会社には、B&H 航空、BH テレコム、ボスマル、ボスマリーエク、 エネルゴペトロル、サラエボタバコ製造、サラエボビール醸造所などがある。これらはいずれも、ボスニア・ヘルセゴビナで、業界最大手の企業である。ユーゴスラビア時代の1981年当時、サラエボの GDP は、ユーゴスラビア平均の133%であった。2011年現在、サラエボの GDP は、ボスニア・ヘルセゴビナ中央銀行によると、 およそ167億6000万ドルのボスニア・ヘルセゴビナの GDP の37%を占めている。また、観光もサライボの経済において重要な産業となっている。サライボの観光客数は2011年には256,628人を記録し、2010年との比較では10.8%。 伸びており延べ宿泊日数は50万4929日で、こちらは2010年との比較では12.9%の伸びであった。ボスニア・ヘルツェゴビナ国内からの観光客が20.3%を占め、国外からの観光客が79.7%を占めている。 国外からの観光客のうち、一番大きな割合を占めるのはクロアチアからの観光客で17.9%を占め、ついで、トルコが12.3%、スロベニアが7.4%、セルビアが5.5%、ドイツが4.4%であった。アメリカやイギリスからの観光客数も大きく伸びている。サラエボは前述の通り観光産業が盛んである。 2006年のロンリープラネットの世界の都市ランキングでは43位にランクインしている。スポーツ関連の観光産業では、かつての1984年冬季オリンピックの設備、特に付近のビーエラシュニツァさん、イグマン山ヤホリナさん、トレベビチさん、トレスカビツァさんのスキー施設を用いている。サラエボの歴史や文化は、 東西それぞれの帝国の影響を強く受けており、サラエボ観光の魅力となっている。サラエボは、数世紀にわたって旅行者を受け入れ続けている。これは、サラエボが、オスマン帝国と、オーストリア・ハンガリー帝国の交易の拠点であった、ことによる。サラエボの観光の見どころの一例を挙げれば、ボスナ側の源泉があるブレロ・ボスネ公園、カトリック教会のイエスの精神大聖堂、 ガジフスレブベグモスクなどがある。サラエボの観光産業は主に歴史的、宗教的、そして文化的な要素に基づくものである。屋根のついたバザールガジフスレブベグバザールは、1542年から1543年にかけて、ガジフスレブベグによって建設された屋根で覆われた市場である。設計に携わったのは、ラグーサの職人たちである。 長さ109メートルにわたって50を超える店舗が立ち並んでいる。ガジフスレブベグモスクは、ガジフスレブベグによって1531年に建てられたモスクであり、美しいオスマン建築の建築物である。モスクを設計したのは、ミマールナンであり、スイナンは、ビシェグラードーのソコルルメフメトパシャファシイスタンブールのスレーマニエモスクを設計した人物である。 ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の時、モスクは、ボシュニャクジの象徴として、攻撃対象とされ、サラエーボ包囲では、ガジフスレブベグモスクも大きく損傷を受けた。紛争終結後の1996年から、修復が始まった。しかしながら、この時の修復資金にはサウジアラビアからのものが多く、修復に際してはワッハーブ派の影響を受けた。修復後のモスクからは、 色彩や装飾的な要素は取り払われ、白を基調とした質素な作りとなった。2000年からモスクを紛争前の姿に戻すための完全な修復の作業が始まった。単にベグのモスクとも通称される。バシュチャルシアはサラエボの旧市街のメインストリートで16世紀にアラブのスークをモデルに建造された商業地区であった。バシュチャルシアでは 金属細工や陶磁器、宝石などが売買されていた。バシュチャルシアには、1551年にルステン、パシャによって建てられたドーム状の屋根がついた、ブルサバザールもある。ここでは、トルコのブルサから持ち込まれた、絹製品が売られていた。また、1891年に建てられ、サラエボーの代表的なシンボルとなっている背びりは、独特の形状をした水汲み場で、 バシュチャルシアの中央に位置している。その名前はアラビア語で道を意味するサブルに由来している。ラテンバ市サラエボ暗殺事件の現場ラテンバ市はオーストリアハンガリー帝国の定位継承者フランツ・フェルディナント大公夫妻がガブリロ・プリンチプに殺害されたサラエボ事件の現場となった橋である。かつて木造だった橋は水害によって破壊され 1798年に再建された。1914年、この橋の北で大公夫妻が暗殺され、第一次世界大戦のきっかけとなった。橋は、ユーゴスラビアの愛国主義を記念し、プリンチプ教と解消されたが、ユーゴスラビア崩壊後に、その故障は、かつてのラテン橋に戻された。セルビア正教会の生信女誕生。 大聖堂サラエボのセルビア聖教会の大聖堂は、正式名称を聖神女誕生大聖堂と言い,い、生神女の誕生を記念する大聖堂である。サラエボの聖教徒のために1863年から1868年にかけて建造された。聖堂は3つのバシリカと十字架を備えた5つのドームを有している。サラエボのカトリック教会の大聖堂は、 正式名称をイエスの精神大聖堂と言い,い、ボスニアヘルツェゴビナで最大のカトリックの大聖堂であり、イエス・キリストの精神を記念するものである。1884年から1889年にかけて建造されたゴシック風の建築である。その入り口の上の窓のデザインはサラエボ県の剣気や建造に描かれ、またロマネスク風の日本の塔は、 サラエボの指揮や首相に描かれている。オーストリア・ハンガリー帝国がサラエボを含む、ボスニア・ヘルツェゴビナを支配していた時代の1914年、帝国はサラエボの旧市街に、市役所と図書館のための土地を求めた。その予定地には二つのハマムと共に一つの家があり、その所有者に売却を求めたものの、所有者はそれを拒み続けた。帝国当局が、 所有者を脅迫するに至り、ようやくその所有者はその土地を立ち退き、当局への遺コの意思を示すため、家を解体して一遍一遍移動させ、ミリアツカ側の対岸に家を再建した。この家は、遺コの家を意味する、稲徳茶の名で、レストランとして営業されている。アリーコールパシャモスクは、 ハディムアリーコールパシャの遺言に基づき、アリの遺産によって1560年から1561年にかけて建造されたモスクである。アリは自らの遺産を使って自分の墓の隣にモスクを建てることを望んでいた。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争では大きく損害を受けたものの終戦後は段階的に修復作業が進められている。著名な個人については、 サラエボ出身の人物武士を参照のこと。ボスニアの民族衣装を身につけた19世紀末のサラエボの若い女性。袋のように膨らんだズボンディミージャを履いている。1890年頃と1900年頃の間にスタジオ撮影された観光カタログ用写真。モノクロ写真のネガフィルムからバンを起こして多色づりで再色したフォトクロームの印刷物。 ボスニア・ヘルツェゴビナにおける公式な国勢調査は1991年以降2008年に至るまで行われていない。1991年の国勢調査ではサラエボ周辺の10の自治体の人口は527,049人を数えた。サラエボの都市圏の人口は416,497人であった。サラエボを含むボスニア・ヘルツェゴビナでは 戦争によって大規模に人口が流動し、その多くが2008年の時点で未だに帰還できていない。その後2008年に至るまで、サラエボの人口は正確には把握されておらず、国際連合統計局や、ボスニアヘルセゴビナ連邦を、連邦統計局、そして非営利団体による推計があるのみである。2011年の時点で、 サラエボの4自治体の人口は合計で311,161人と推計され、この4自治体を含むサラエボ県の人口は438,757人と推計されている1,276.9平方キロメートルの面積を持つ、サラエボの人口密度は2,202.9人平方キロメートルであるとみられる。 サラエボの4自治体の中で最も人口密度が高いのはノボサラエボであり、その人口密度は7524人平方キロメートルである。一方、サラエボの4自治体の中で最も人口密度が低いのはスタリグラードであり、2742人平方キロメートルである紛争によって大規模に町の民族的、宗教的な特徴は塗り替えられた。 サラエボは何、世紀にもわたって多文化都市であり、ヨーロッパのエルサレムと呼ばれることもあった。紛争直前の1991年の時点で、ボシュニャク人は、サラエボの人口の49%を占め、ついで、主に正教会に属するセルビア人が34%、主にカトリック教会に属するクロアチア人が7%であった。 ボスニア・ヘルツェゴビナの首都として、サラエボは、ボスニア・ヘルツェゴビナの多くのニュースメディアが拠点としている。通信と放送の設備のほとんどは、紛争によって破壊されたものの、終戦後に、ボスニア・ヘルツェゴビナ上級代表局による支援のもとで復興された。例えば、サラエボでは、インターネットは1995年に、初めて使用可能となった。 オスロボジェニエは1943年に創設され、紛争後のサライボで運営期間が最も長く、紛争を生き延びることのできた唯一の新聞であった。しかし、発行部数では1995年創刊のドネブニアバズやユタルニエノビネに追い越された。その他に地元で定期的に発行される新聞としては、クロアチア語の新聞フルバツカリエチや ボスニア語のスタルト、週刊誌のスロボダナボスナ、BH ダニなどがある。ノビプラメンは月刊誌であり、左翼思想を代表している。ボスニアヘルツェゴビナ公共放送サービスは、サラエボの公共放送局であり、ボスニアヘルツェゴビナの3つある公共放送のうちの1つである。その他に、サラエボに本拠地を置く放送局は、NRTV、スタジオ99。 ネム TV ハイット、オープンブロードキャストネットワーク、TV カントナサラエボ、テレビソーリアーアルファがある。この他に、多くの小規模な独立ラジオ局があり、ラジオ M、ラジオスタリグラッド、スツーデン付き EFM ラジオ、ラジオ202、RSG などがある。ラジオフリー、ヨーロッパや、その他の欧米各国の放送も展開されている。サラエボは、ヨーロッパで、 初の終日運行している路面電車が導入された町である。路面電車はその後も時代に合わせて改良が進められている。サラエボは山に囲まれた渓谷に位置しており、町は小さくまとまっている。狭い路地と駐車場の不足によって、町への自動車の進入は制限され、歩行者や自転車にとっては恵まれた環境になっている。 街の二つの主要な通りは、ヨシップ・ブロズチ島の名を冠するティト通りと、東西を結ぶズマイ、オド・ボスネ・ハイウェイがある。欧州高速道路のコリドール 5C は、サラエボの街を、北はブダペスト、南はプロチェイと結んでいる。路面電車は1885年から運行しており、サラエボで最古の公共交通機関である。サラエボには7本の路面電車の路線と、5本の トロリーバスの路線があり、また多くのバス路線がある。サラエボで主要な鉄道の駅は、町の中北部に位置している。この鉄道駅からは、西に向けて、多くの場所に路線が枝分かれしており、町の工業地帯などとも結ばれている。サラエボは21世紀に入り、産業の刷新が進んでおり、多くの高速道路や通りの改修、路面電車の現代化、新しい橋や、 道路の建設が進められている。サラエボ国際空港、あるいはブトミル空港は、サラエボの町から南西に数キロメートルのところに位置している。紛争中、空港は国際連合と人道的支援のために使用された。1996年にデートン合意が結ばれてからは、空港は民間による使用を受け入れている。2006年、53万4000人の旅客が、 サラエボ空港を利用した。その10年前の1996年、旅客の利用はわずかに2万5000人であった。ボスニアヘルツェゴビナ国立博物館サラエボは、多くの異なる宗教が共存してきており、街の文化を多様なものとしている。ボスニアのムスリム、聖教徒、カトリック教徒、ユダヤ人は互いに同じ街に住みながら、それぞれ独自のアイデンティティを維持し続けてきた。 しかし、紛争後は、ムスリムの人口比率が高まった。紛争後の年月が経過するにつれ、少しずつ町を去った人々の帰還も進んでいる。また、東アジアからの移民も増加している。サラエボには、多くの博物館がある。その中には、サラエボ博物館、アルスワエビ現代美術館、ボスニアヘルセゴビナ博物館を所有、ボスニアヘルセゴビナ歴史博物館、 ボスニア・ヘルセゴビナ文学、芸術博物館などがある。サラエボには、1919年に設立された、ボスニア・ヘルセゴビナ国立劇場もある。また、サラエボ青年劇場もある。その他の文化的施設としては、サラエボ文化センター、サラエボ市図書館、ボスニア・ヘルセゴビナアートギャラリーなどがある。ボシュニャク教会は、ボシュニャク人の歴史に焦点を当てた。 自由の図書館と美術コレクションである。紛争に関連する破壊によって、そして復興開発の中で、複数の施設や文化的、宗教的象徴が失われた。その中には、ガジフスレブベグ図書館や国立図書館、サラエボ・オリエンタル協会、1984年の冬季オリンピックに関する博物館などがあった。その後、各層の政府によって、 文化財保護の法律と機関が設けられた。サラエボで文化的遺産の保護を受け持つ機関となっているのは、ボスニアヘルセゴビナ文化的、歴史的、自然遺産保護協会、及び、ボスニアヘルセゴビナ国立記念物保存委員会である。歴史的に、サラエボは、オスマン帝国時代、複数のボスニアの詩人や、思想家のコ地となった。 ノーベル賞受賞者のウラジミール・プレローグはこの町の出身である。また、アカデミー賞受賞のダニスタノビッチもサラエボ出身である。ノーベル賞受賞のイボ・アンドリッチはその人生の多くをサラエボで過ごした。サラエボ映画祭は1995年に始まり、バルカンでー一の映画祭となった。有名なサラエボジャズフェスティバルや、何週間にもわたって続く地元の文化。 音楽、舞踊のショーケース、バシュヤルシアの夜もある。ポップロックサラエボ派は1961年から1991年まで発展を続けた音楽である。この種類の音楽は、インデクシビーエロ・ドゥグメなどのバンドや、シンガーソングライターのケマルモンテのラによって始められたものである。この音楽は誕生後1980年代も続き、プラビオルケスタル。 ザブラニエのプシェニエ、ツルベナヤブカなどが活躍したものの、1992年の紛争勃発によってついえた。紛争が終わって初めてサラエボでライブをしたバンドはアイルランドの U2 であった。サラエボで行われる主な催し物としては、サラエボ映画祭とサラエボジャズフェスティバルが挙げられる。サラエボ映画祭は、 サラエボ中心部の国立劇場で開かれ、世界的に有名な俳優や映画監督、音楽家などがホストを務める。このホストをした人物には、スティーブ・ブシェミ、ボノ、クーリオ、ジョン・マルコビッチ、ニック・ノルティ、ダニエル・クレイグ、ウィレム・デフォー、アンソニー・ミンゲラ、カトリー・カートリッジ、アレクサンダー・ペイン、ソフィー・ーオコネド、スティーブン・フリアーズなどが挙げられる。1995年に、 サラエボ映画祭が始まって以来、フェスティバルは多くの人々や有名人らを引きつけ、フェスティバルは国際的な水準へと昇華していった。サラエボ映画祭の第1回は紛争の続くサラエボで1995年に開かれた。サラエボ映画祭では2000年代に入り、バルカン半島で最大でもも著名な映画祭となった。第13回サラエボ映画祭では、 ジュリエット・ビノシュ、ジェレミー・アイアンズ、スティーブ・ブシェミ、マイケル・ムーアが審査員を務めた。サラエボ・ジャズ・フェスティバルは、ホストとして、リチャード・ボナ、ジョン・バトラ・ートリオ、クリスティーナ・ブランコ、ド・フェア・ユー・セイ・フラが参加している。フェスティバルは、ボスニア文化センター、サラエボ青年舞台劇場、ボイス・カフェデラチーへ会館、CDS にて開かれている。 アシム・フェルハトビッチハセ競技場サラエボは1984年冬季オリンピックの会場となった。ユーゴスラビアはこの時一つのメダルを獲得した。このメダルは銀メダルであり、男子大回転でユレ・フランコに対して与えられたものであった。多くのオリンピック設備は紛争を耐え抜き、あるいは再建された。それらの中にはゼトラオリンピックホールやアシム・フェルハトビッチ、 他世競技場も含まれる。後に、サラエボでは、南東ヨーロッパ友好大会を共催し、また2009年の、スペシャルオリンピックストーキ大会会場に選ばれた、ものの、この計画は中止となった。サッカーは、サラエボで盛んに行われている。サラエボにある、サッカークラブ、FK サラエボと FK ジェリズニチャルサラエボは、共に、 欧州や世界規模の大会に参加しているクラブである。この他に、FK オリンピックサラエボ、NK サスクナプレダクもある。サッカー以外では、バスケットボールも盛んであり、KK ボスナは1979年のユーロリーグで優勝を果たした。チェスクラブ、ボスナサラエボは1980年代からチャンピオン入りするチームとなっている。サラエボでは、テニスや、 キックボクシングなどの各種の国際的なスポーツの大会や催し物が開かれてきた。ロッククライミングも盛んであり、都心部から遠くないところにロッククライミング用の岩壁があり、ダリバ・サラエボ国際スピードウェイがある。ミリアツカ川の岸にあるサラエボ芸術アカデミー・サラエボでは、高等教育は長い歴史を持っている。知られている。 最初の高等教育は、1531年に、ガジフスレブベグによって設立されたスーフィズム哲学の学校である。その後数多くの宗教的な学校が設立されてきた。1887年、オーストリア・ハンガリー帝国の統治下において、シャーリア法学校は5年間の教育プログラムとなった。1940年代、サラエボ大学は町で、 最初の本格的な高等教育の機関として設立された。1950年代に入ると、学士課程以上の教育も受けられるようになった。紛争によって大きく傷を受けたものの、サラエボ大学はその後復興され、40以上の大学と提携を結んでいる。2005年の時点で、サラエボには46の初等学校、33の高等学校があり、 これらのうち3つは、特別支援学校である。また、ドルガ・ギムナジアワー、国際バカロレア資格課程の学校である。サラエボにはまた、複数の国際学校もあり、外国系の住民のために供されている。旧市、サラエボ国際学校や、サラエボフランス語国際学校などがある。ジェラルディン・ブルックスの小説、古書の来歴もサラエボが、舞台の一部となっている。 サラエボは以下の各都市と姉妹都市提携を結んでいる。サラエボの友好都市には以下の都市も含まれる。ありがとうございます。